ハイドパークリージェンツパーク爆弾テロ事件は1982年7月20日にイギリス、ロンドンのハイドパークとリージェンツパークで発生した IRA 暫定派によるテロ事件であるリージェンツパークにおいての事件で起訴された者はいなかった。ハイドパークの記念碑リージェンツパークの記念碑午前10時40分、ハイドパークサウスキャリエージ駐車場に駐車した青い モリス・マリーナ・トランクに乗せられていた釘爆弾が爆発した。爆弾は1 1ラムのゼリングナイトと1 4ラムの釘で構成されていた。エリザベス2世のボディーガードである王室機兵隊の兵士が通りかかった時に爆発した。彼らはナイツブリッジの兵舎からホースガーズパレードへの毎日の衛兵交代の行列に参加していた。 ブルーズロイヤルズの3人の兵士が即死し、もう1人が3日後に傷で亡くなった。行列の他の兵士も重傷を負い、多くの民間人も負傷した。連隊の馬のうち7頭も即死か安楽死させなければならなかった。爆発物の専門家は、ハイドパークの爆弾が公園内にいた IRA のメンバーによって起爆されたと発言した。 2回目のテロは午後12時55分頃に発生し、リージェンツパークの野外ステージの下で爆弾が爆発した。ロイヤルグリーンジャケット連隊の30人の軍楽隊が120人の群衆の前でオリバーの音楽を演奏ためスタンドにいた。軍楽隊のうち6人は即死し、残りは負傷した。7人目は8月1日に傷が元になって亡くなった。 少なくとも8人の民間人も負傷した。爆弾は事件のしばらく前にスタンドの下に隠されていて、タイマーによって爆発するように設計されていた。ハイドパークの事件とは異なり、釘は含まれておらず、群衆への害を最小限に抑えるように設計されていた。馬殺された馬は、セドリック、エポレット、ファルコン、ロチェスター、ウォーターフォード、イーストバイト、 ザラの7頭であった。爆風によって少なくとも51人が負傷し、合計22人が入院した。内訳は18人の兵士、1人の警察官、3人の民間人である。IRA は声明で英国がフォークランド紛争に突入した数ヶ月前にマーガレット・サッチャー首相の言葉を引用することにより攻撃に対する責任を主張した。 彼らはアイルランドの人々は任務や職業力が下すことができない主権と国家の権利を持っていると声明で宣言した。サッチャーは事件に対してこれらの霊国で臆病な犯罪は民主主義について何も知らない邪悪で残忍な男性によって犯された。彼らが裁判にかけられるまで私たちは休むことはない。と述べた。事件によりアイルランドにおける 共和主義の大義は、アメリカ合衆国国民の支持を失った。重傷を負ったにもかかわらずハイドパークでの事件から生き延びた馬、セフトンは多くのテレビ番組に出演した後有名になり、年間最優秀馬を受賞した。爆撃時のセフトンの騎手、マイケル・ペターセンは生き残ったが、心的外傷後ストレス障害に苦しんでいると分かった。妻と別れた後、彼は二人の子供を殺し、 2012年9月に自殺した。記念碑はハイドパークでの事件が発生した場所に立っている。そして軍隊はそれに毎日敬礼し、引き抜かれた件で敬意を表する。リージェンツパークでの事件の犠牲者を追悼する盾がリージェンツパークに立っている。1987年10月、アーマー州出身の27歳のギルバート・ダニー・マクナミーは、 ハイドパークでの事件などでの罪でオールドベイリーで懲役25年の刑を宣告された。1998年12月、彼はベリファスト合意に基づいてメイズ刑務所から釈放された直後、3人の控訴員の裁判官は他の爆弾製造者の指紋を差し控えたため、彼の身柄を安全ではないとみなした。彼らは彼は安全ではなかったが、それはマクナミリーが 必ずしも起訴された罪について無実であったことを意味しないと述べた。2013年5月19日、ドニゴール州出身の61歳のジョン・アンソニー・ダウニーはハイド・パークの事件に関連して殺人罪で起訴され生命を危険にさらす可能性のある事件を引き起こすことを意図したと分かった。彼は5月24日のオールド・ベイリーでの保釈帳問会のためにベルマーシュ刑務所から ビデオリンクで現れ、保釈を申請しなかったため拘留された。2013年8月1日の公聴会で、ダウニーは条件付き保釈を認められた。裁判は2014年1月に予定されていた。2014年1月24日、ダウニーは裁判の開始のために、オールドベリーに現れた。彼は4件の殺人容疑と爆破未遂の容疑でに、対して無罪を訴えた。 2014年2月25日、2007年に面積を受けないようにした北アイルランド警察からダウニーに送られた手紙に基づいて裁判長が判決を下した。後ダウニーの裁判が崩壊したことが明らかになった。容疑は誤りであり、警察はその誤りに気づいたが、取り下げられることはなく、裁判官は、被告が冤罪を強要されており、彼を起訴することは、 行政権の乱用であると判断した。ダウニーは面積を保証する秘密裏の手紙を受け取った187人の IRA 容疑者の一人である。2019年12月、高等裁判所は被害者の家族が起こしたダウニーに対する民事訴訟で、彼は損害賠償請求の対象としてハイドパークにおける事件の積極的な参加者であったと裁定した。ありがとうございます。